はようございます。おはようございます。まあ、走り、ただいまよりオープンです。コーヒーだけでもお気軽に、今日は7月の22日の月曜日の朝、天気は雨、昼からね晴れると言ってましたんでね、少しでも晴れてくれたら嬉しいですけどもね。今週は、今週のランチがチキンの唐揚げです。すごく美味しいと評判なんでね、よかったらよろしくお願いします。今月はね、休まず営業です。8月が、またね第1、第3火曜日とその翌日が休みになります。お話は変わりますがね、8月1日 PL の花火、ちょうどね、この位置から綺麗に花火が上がります。また、PL の花火終わってね、こちらから出発されたら渋滞にも合わないでいけますんで、よかったら8月1日の日 PL の花火ぜひ見に来てください。それでは皆さんのお越しお待ちしております。さて今日も京都で店の中案内します。目を食べてると初恋なんです、まあ、白いって言ったら販売してます。ちょっと来てしておりますんで、 H2R の和田さん、今日は何人でハトちゃんマンのね原画とかね、なんかいろいろと飾ってます。それでは皆さんのお越しお待ちしております。